マ渡りリトをオマワタリを12月14日から1946年2月1日は、日本の内務、警察官僚、実業家、感染検知事、旧姓、加藤、東京府豊玉区によ橋町で、加藤博之の三男として生まれる。1885年7月、佐賀藩の加ロ伊イサハヤ一学の家臣で、判事や弁護士を務めた、マ渡り春俊の養子となる。 1> 第1高等学校を経て、1901年9月、東京帝国大学法科大学政治学科に入学。1905年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1906年、東京帝大を卒業し内務省に入省、愛知県属となる。以後、滋賀県事務官、大阪府事務官、山口県事務官、警察部長、 福岡県事務官、警察部長、神奈川県警察部長、和歌山県内務部長、新潟県内務部長などを歴任。1919年4月、愛媛県知事に就任。30カ年継続土木事業計画、県立中等学校学級増設の5カ年継続事業などを推進。また、おちぐ今治町と、日吉村、北う郡ぐんう町と、 八幡村の合併を推進し、今治市、宇和島市が誕生した。1921年5月、欧米の視察を命じられ、知事を辞任した。帰国後、1922年6月、福島県知事に就任。4ヶ月の在任で、同年10月16日に、異岸面本館となり退官したが、誠実な行政を行った。その後、東京市助役。 東京ガス取締役、利権ゴム工業取締役などを務めた。ありがとうございます。